ナビスト、今回は石川県の和倉温泉街に来ています。イエーイ。石川県はですね、なんといっても私の出身地ということで、もう魅力をねたくさん皆さんにお伝えできればなと思います。なんといっても私はペニンシュラ応援特使、そして石川観光特使、そして河北市ふるさと大使でもあるので、もうね緊張してます逆に。でもね、このなんか石川県の寒さがすごい心地よくて、あ、慣れた寒さ、なんて言うんだろう、まろやかな寒さなんですよね、プリンのように。なので今日は楽しんでたくさん皆さんに魅力をお伝えできればなと思います。ということで、ここ石川県の半島といえば、そうです、能登半島です。石川県の金沢駅から車だと約1時間半ぐらいぐっと上に登っていくとあるんですけれども、あの日本海側の海岸線で最も突出面積が大きいと言われている半島なんですよ。誇らしいですね。私はその金沢駅からこの能登半島に来るまでに、私のふるさと河北市もあったりとかして、はい、すごい馴染みのある場所なので、すごいワクワクしております。では早速おすすめスポットを紹介したいと思います。まずはじめのスポットへゴー。ありました、湯元の広場です。和倉温泉の海湯伝説にちなんだ白鷺のブロンズ像が置いてある広場。和倉温泉は能登半島の七尾湾に面しており、海湯1200年とされる歴史の古い温泉、北陸随一の海の温泉として高温で豊富な湯量が魅力なんです。ここここ見てください、この湯気。わー、ここはなんとですね、源泉が流れているそうで、しかもですね、ここなんと温泉卵が作れちゃうらしいんですよ。なんかね、温度がね80度ぐらいあるそうなんですよ。今の時期冬ですね、冬だと約20分ほどでできるそうなんですよ。ただ待っててもねっていうことで、なんかね温泉に入れる場所がこの近くにあるそうなんですよ。だからちょっとここでゆで卵さん頑張ってもらって、温泉のスポットに行ってみたいと思います。 GO! もしかして足湯、そういうことか、温泉だと思ってたけど足湯だった。わあ、え、いい香りがする。ゆったりパーク足湯つまこい舟の湯、こちらは無料で誰でも足湯に入れるおすすめスポットなんです。目の前が海なので、晴れて景色がいい日は右手に能登島大橋、左手にはツインブリッジを眺めることができるんです。こちらもね、源泉なんだそうで、うわー、いいなー、最高。しかも目の前海ですよ。今日はねちょっと風が強くて波がちょっと高めですけど、これぞ日本海って感じがしますね。真っ白なタマゴちゃん、ポンポンポン。あ、これはゆで卵になってる。うん、うん、綺麗なゆで卵になってる。今回はゆで卵になっちゃいましたが、ゆでる時間によっては温泉卵を楽しめるそうです。そしてやっぱり能登半島といえば新鮮な魚介類ということで、こちらにやってきました。じじじゃん、浜焼きコーナー。能登の玄関口七尾市にある道の駅能登食材市場、朝どれの新鮮な海産物や能登の名産品など能登の魅力がぎゅっと詰まった旅拠点です。浜焼きコーナーでは七尾港で獲れた新鮮な魚介類をその場で焼いて食べることができるんです。今回は食材市場セットと牡蠣を食べたいと思います。めちゃめちゃ豪華です。能登半島は牡蠣も有名ですから、いただきます。見てください、この輝く
ホタテ本当に輝いてる。貝のなんか臭みっていうかそういうのがもう一切なくて、もうなんかやっぱり貝があんまり得意じゃない方もいるじゃないですか。もう能登に来てほしい。もう克服大会。もう本当にこれだけでお腹いっぱいにしてみたい。人生で一回は。もう本当にどれ食べても美味しい。石川だこれは。能登半島の恵み。最高。こちらの食材市場では能登の名産品などがゲットできる場所ということで、私も実はここに来るんですよ。今日はここで視聴者の皆さんへのプレゼントを選びたいなと思います。行ってみましょう。自分用にお土産で買うお店がここなんですけど、こちらだしの三幸さん能登島。これは何？能登の近海で獲れるお魚をふんだんに使ってるの。せっかくなのでこちらの能登島のお出汁を3名様にプレゼントさせていただきます。応募方法はこちらから。ふるってご応募ください。じゃあ、きれい。え、タラってこんな大きいんだ。あ、この黄色いやつ、私これ大好き。